えー、料金提示しますその後で何言うかなんて言ってますご検討くださいって言ってませんか UTM 販売成功の8カ条昭和61年から営業を開始し2度の株式上場を達成属人的営業指導ではなく営業を仕組み化するための独自メソッド営業紙芝居を提供 現場同行し売りながら指導する泥臭い営業実務コンサル島田ですこんにちは営業実務コンサルタントの島田です、えー、今回はですね私が今年三冊目で書きました UTM 販売の成功の八箇条っていう本に関しての簡単なご案内をさせていただきますこれは UTM の販売をされているであるとか サーバーの販売をされてるであるとか、セキュリティスイッチの販売をされてる、まあ我々と同業ですね、通信機器販売の会社さん、あとは応 a 機器の販売をされてる、そういった方たちにとって非常にですね、参考になる一冊になってます。どういったものかっていうのを簡単にご案内しますと、まずですね、第1条、これがですね、お客様は、 現状に満足してていいますすっていうものなんですねこれどういうことかって言いますと、我々訪問販売っていうのはですね、実は現状お客様は満足した状態のところに、こんにちはとか言ったり、もしもしって電話したりして、見込み発掘っていうのをやってる業界なんですね。普通の営業っていうのはどういった営業かって言いますと、ほとんど来店型。 が多いんですね CM をしたり店舗を構えたりそういったことによってお客様に来てもらうという集客方法をしているのに対して我々の業界っていうのは営業マン自らが見込み開発これをやる特殊な業界ですそういった特殊な業界のまず基本で頭の中に入れとかなきゃいけないのはお客様は 現状に満足しててるんんだっていうことなんですねその満足してる状態でもしあなたがこんにちゃって入って「いや社長これついてないっすね」って言いながら指摘をして商品の説明を始めるとどうなるかっていうと「帰ってくれお前いいよいらない?」ってなるに決まってるじゃないですか。ということで第1条は「現状に満足してる」なんですね。 じゃあ、第2番目、何をしなきゃいけないのかっていうと、満足を不満足にしなきゃいけないよということなんですね。満足のままじゃ商品は売れないです。満足を不満足にすることによって、初めてお客様はその商品に興味を持ちますよと。じゃあ、何をしなきゃいけないのかって言いますと、我々プロとしてお客様先に行くと、例えば UTM がついてない。 っていうのは問題点なわけじゃないですか。でも、それを問題だとお客様は思ってないっていうことなんですよね。なぜか、無知だからです。別にこれ、お客様をバカにして、そういった話をしてるんじゃなくて、知らないからつけてなくても安心だと、勝手に思っちゃってるわけなんですよね。この勝手に思ってる状態に対して、何をしなきゃいけないのか、これが第三章になる。 お客様を教育してあげる、教育してあげることによって、うわー、やべえって気づかせてあげることが重要なんですね。やばいよ、つけてなかったよっていうふうに、ね、なって気づいてもらえば、当たり前ですけど、問題が出てくるわけですよね。問題が出てきたらどうにかしたいって思うのが人間なんです。ということで、問題を教育するっていうのが、 今の、これはアメリカでも最先端の営業手法がお客様を教育するっていうことなんですね。それで教育をするために最適なツール、これが私が提供している営業紙芝居っていう iPad を紙芝居のようにして使うものなんですね。まあ、iPad っていうツールなんで、 大きくしたり小さくしたりここの部分強調したりとかそういったことができるんで非常に視覚効果によって分かりやすいわけですよこれなんで作ったのかっていうと皆さんのためですあの売れる営業マンはいらないですそういうのあのトップセールスとか口だけで十分お客様を納得させることができるんですけどこれは特殊な人たちです 我々凡人はこういったツールを活用することによってお客様を自然と教育することができるんですね。これは例えば教員にあなたがなったとしたら教科書もありますよね。それで教育要項とかもありますよね。それに沿ってやっていけば勝手に生徒に同じレベルになってもらうことができるわけじゃないですか。 ということと同じように、これは UTM を売るため、UTM だけじゃないんですけどね、セキュリティスイッチであるとかサーバーも売れるように、私自身が教育プロセスとして作り込んだものなんで、その通りやれば自然にお客様を教育しすることができて、気づいてもらうことができますよという形になります。ここで 問題になってくるのが、正常性バイアスってやつなんですね人間はですね、偏った考え方、偏見っていうのを持ってるものなんですね。いや、うちは大丈夫だよって、そんなパソコン使わないから、あいいよ,いいよみたいな人が一定数必ずいます。この正常性バイアスっていうのをぶち破るっていうことをやらなきゃいけないんですね。そのためには大きく2つあります。 まず一つ目が何なのかって言いますと実例を示してあげるっていうことです実際この紙芝居の中でも実例が出てきます実例を教育することによってやばいというのを気づいてもらうこれが一つ目二つ目が何なのかって言いますと証拠を見せるっていうものなんですね目の前に証拠を突きつけるやべえよ っていうのを理解してもらうっていうものになってます。そして次の章で、高確率な提案書。これをえ実際にですね、相手が決裁者であればその場で決済をもらう。そうじゃない場合、提案書をお作りしてお持ちするっていうのをしなきゃいけないんですけど、ペラ紙持っていってもこれは仕方ないです。提案書イコール再教育の場だと。 考えて欲しいんですねもう一回教育をし直す。それをして、初めてお客様は理解していただく。あやっぱやばいなということ。それで担当者の人しか前聞いてなかったとしたら、もう一回社長に対して、決済者に対して教育が必要なんですね。それをこの高確率な提案書で 再教育するっていうことをやることによって、高確率で決まりますっていうふうに持っていきます。そして最後、これがむちゃくちゃ重要なんですけど、皆さんができてない、それはクロージングです。クロージングをやらない営業マンがむちゃくちゃ多いんですね。それで、皆さんやっちゃいけないことをやります。例えば、提案書を持っていきます。 例えば、えー、料金提示します。その後で何言うか。なんて言ってますご検討くださいって言ってませんかバカ野郎って話じゃないですか。検討さしちゃだめです。やるかやらないかしかないんですよ。断ってもらうのは全然 OK です。ただ、やるのかやらないのか、はっきりしてねなんですよ。 にもかかわらずご検討くださいじゃねえよって感じですよね。だから皆さん即決で売れないんですよね。まあ、我々、まあ、私の場合は通信機器、あの電話屋さんです。電話屋の業界っていうのは飛び込み即決命でやってきた業界なんで、もう毎日毎日取ってこないと、あの社内いじめがあった業界なんで。 <laughs> あ,あもう即決が当たり前でしたただその即決我々は自然にその即決のスキルっていうのを身につけたんですけど例えば応 a 機器を販売してられる事務機屋さんとか文具屋さんで応 a 機器をや扱い始めたようなところはクロージングできないです皆さんこれ見ておいてくださいねあご検討くださいって言いますこれダメです ご検討くださいはクロージングじゃないんですね。ということで、きちっとしたクロージングをやることによって、あなたも売れるようになりますよということで、12のクロージング手法を書いておきました。ということで、まずですね、皆さん、ぜひ UTM 販売成功の8箇条、この本を読んでみてください。 えー、Kindle で、えー、Kindle Unlimited に登録されてる人は0円です、えー。そうじゃない方は、たったの500円で販売して、すごく実践本って考えてもらって、即使えるマニュアルだと思ってもらえば、クソ安いです。<laughs> ということで、まずそれ読んでいただきたいなと。その上でもっと詳しく知りたい。もっと勉強したいんだっていう人は、 本を読んでいただいた人限定で無料オンラインセミナーというのを開催しておりますので、ぜひね、そちらにお申し込みください。したら、詳しく私が3時間ぐらい <laughs> 時間をかけてですね、皆さんを教育するということをさせていただきますので、ぜひ読んでいただいて参加するということをやってみてください。お願いします。 最新版、猿でも売れる UTM、シナリオは、オンラインセミナーで初公開中。今すぐ、お申し込みください。